こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋。はい、よろしくお願いします。部屋だね、今日は。はい、今日は部屋ね。はい、よろしくお願いします。はい。はい、今日は、梅雨の時期おすすめの崩れにくく、なおかつおしゃれに見えるポニーテールアレンジやってみました。はい、溜めますね、なかなかね、溜める感じで、はい。はい。はい。まあ、ポイントは、ポイントは、はい、髪の毛を3つに分けること、はい、と、はい、と、すいません、美咲さんがやったんですけど、僕の見解でいきますけど、1本で結ぶポニーテールだと、やっぱそのゴムが、やっぱこう、なんていうんですか、緩みやすかったりとかするんですけど、それを3つに分けて、3つでこう小分けにして結ぶことによって、ゴム自体が緩みづらい、その髪の毛の厚さによって緩みやすかったりとかするのが、緩みにくくなって、なおかつ、3つを合わせることによって、髪の毛がルーズに見えるというか、動きがあるように見える、ポニーテールアレンジになってますんで、まあ、雨の日にも使えて、あと、でも、崩れにくく、ルーズにも見える、おしゃれに見えるっていう、今日は感じでやっておりますので、はい、ちょっと美咲さん、ちょっと言葉足らずでね、今日もお送りさせてもらいますけども、すいません、よろしくお願いします。はい。まあ、おしゃれに決まるので、まあ、夏場にも全然いけるアレンジになってるかなと思いますんで、よかったら参考にしてみてください。はい。はい、それでは、動画、スタート！リレイのバームをつけていきます。豆1個分くらいの量を指先にとって、手全体にしっかりとなじませてから、毛先から中間で最後に表面に伸ばしていきます。耳後ろでサイドと後ろの髪の毛を分けていきます。反対側も同じように分け取ったら、後ろの髪の毛を耳よりも少し下の位置で結んでいきます。サイドの髪の毛を後ろに持ってきて、少し緩ませた状態で毛先を結んでいきます。真ん中に空洞を開けて、上から下にくるりんぱしていきます。輪っかの部分を右手に持ち、この空洞に毛先、後ろの毛先を通していきます。毛先の部分をキュッとします。反対側も同じようにやっていきます。トップの部分にボリュームを出すときに、手でわしづかみするように少し丸みが出るように引き出していきます。くるりんぱしたこことここの間がへこんでいるので、ここの部分を引き出していきます。反対側もここの部分とここの部分の間のへこんでいる部分を少し引き出します。ヘアクセのゴムで毛先をすべてまとめて結んでいきます。この時にアクセの部分を上に当ててからゴムを結ぶと、きちんと上を向いてくれるので簡単に結べます。雨の日でも崩れにくくおしゃれに決まるポニーテールアレンジ、よかったら参考にしてみてください。